任せてくれ。
ま、これが実践の差ってやつかね。よし、どこに行こうかな。さあ、行くぞ。到着だ。
どうしますか？どこに行きますか？お安い御用です。はい、到着しました。皆さん、どうもお疲れ様です。それでは報告を受けたまわりますね。報告は以上ですね。ではまた依頼を達成したらよろしくお願いします。あなたたち。どうもミシェルさん。その話を聞いてちょっと気になりまして。いやね、催促した形になっちゃって。でもありがとう、わざわざ来てくれて嬉しいわ。ってことはまだエオリアさんたちと連絡が取れてないのかよ。ええ、アリオスたちが手分けして当たってるけど、本当にもう一体何をやってるのかしら。さすがに心配ですね。うん、エニグマが通じないってことは自治州外に出ているのかな。私もそう思ったんだけど、駅や空港を利用した記録がないみたいなのよね。ベルガード門とタングラム門にも通行記録はないみたいだし。それはさすがにおかしいですね。もしリンさんたちが自治州内にいるのであれば、なんとか居場所を特定できるかもしれません。本当か？何？どういう方法？確かエニグマ2には研究段階の機能が搭載されていたはずです。その一つが緊急時にアラート信号を発信する機能です。え？そうなの？オーブメント内の予備動力で一定間隔ごとに特定周波数の動力波を発信する仕組みですが、あまりにも弱い動力波のため実用には至っていないと聞きます。ただ機能そのものはカットされずに残っているかと。じゃあその微弱な動力波をなんとかキャッチできれば、リンとエオリアの居場所も特定できるってわけね。試してみる価値はあるかと。この機能についてはロバーツ主任が詳しいので IBC に行ってみましょう。多分力になってくれるはずです。わかった、行ってみよう。すまないわね、本当に助かっちゃうわ。何か分かったらこちらにも連絡をちょうだい。場合によったらアリオスたちを呼び戻すから。了解しました。さてそれじゃあ IBC に行ってみようか。さてと、ロバーツ主任はいるかな。多分財団のフロアで暇そうにしてると思います。エニグマで連絡してみましょう。どうもティオです。いえ別にそんなつもりは。しつこいです。主任、いい加減にしてください。な、相変わらずみたいだな。ティオちゃんももう少し優しく接すればいいのに。むしろあのおっさんなら冷たくされて喜んでんじゃねえか。ええ、エニグマ2の緊急アラート機能について。ええそうです、はい、下に来ているのでよろしくお願いします。相談に乗ってくれるって？ええ、すぐこちらに降りてくるそうです。何でもヨナも一緒だとか。あら、それって確か爆破されたジオフロントの部屋を使っていた。エプスタイン財団出身の天才ハッカー君だったかな。ああ、小生意気だが微妙にヘタレな小僧だぜ。さすがに今
財団の事務所に厄介になってるらしいな。ええ、いやいやみたいですけど。なるほど、そんな事情だったのか。あ、どうせ動力切れで連絡が取れないってだけだろ。遊撃士なんて言いこぶった連中ほっときゃいいじゃん。ヨナ、お前な。もうそんなこと言っちゃダメよ。はあ、ヨナ君ときたら最近ずっとこうなんだよ。せっかく事務所の一角に最新型の専用端末ルームを用意してあげたっていうのにさ。いくら処理能力が高くったってあんな制限付きのシステムで満足できるかっつーの。とっととセキュリティコードを僕に解放しろよな。ああ、それはダメだよヨナ君。そんなことをしたら君またやりたい放題しちゃうだろ。代わりにポムットでヒオ君に勝てるよ特訓用のプログラムを組んであげたからさ。よ、余計なお世話だっつーの。なんだかんだ言ってヨナのことちゃんと監督してるみたいだな。まあ、イラッとするところはともかく有能な人ではありますから。まあ、それはともかくエニグマ2のアラート機能だがお役に立てないかもしれないね。そうなんですか。そういった機能があるのはあるんですよね。ただ動力波が弱くてほとんど感知できなくてね。10セルジュくらい近づかないと測定器でも感知できないんだよ。10セルジュ、そりゃまた微妙な距離だな。クロスベル市内にいるのなら感知できそうだけど。私のセンサーと組み合わせるのはどうでしょう。マトリクス化されたシステムならエイオンで連動できそうですか。ああ、それなら、あるいは、いや、やっぱりダメだ。エイオンに連動させるには測定器の精度が不安定すぎる。動力圧の問題もあるし周辺地形の反射も考えられるからかなり無理があると思うよ。そうですか。何がダメなのかいまいち分かりませんが、どうやら技術的な問題があるみたいね。だったらさ、オルキスタワーの屋上で測定しちゃえばいいんじゃね。え、ヨナ君、どういうことだ。アラート用の動力波は微弱すぎて測定器から近い場所にないと感知しきれない。かといって測定器とティオのセンサーと連動させても出力が足りないし精度不足なんだろ。でも遮蔽物のないタワーの屋上なら感知精度も上げられるだろうし高出力の動力が確保できるんじゃね。あ、相変わらず意味不明だが。どうなのティオちゃん。驚きました。いやはや、さすがヨナ君、システムエンジニアとしての才能は目を見張るものがあるね。まあそれほどでもあるけどな。それじゃあなんとか目処が立ったみたいだね。ええ、いけるかもしれません。早速オルキスタワーの管理部に屋上の使用許可がもらえないか掛け合ってみよう。ヨナ君、君も手伝ってくれるね。なんで僕がって言いたいけど、まあ暇だし手伝ってやるよ。その代わりあんたらこれで貸し一つだからな。わかった。無茶な頼みでもない限りきっとお返しさせてもらうわ。Thank you.